皆さんこんにちは、浅場亀仙流チャンネルの浅場です。今回は、こちら今画面に映っている76分の1サイズの、トミカより小さい RC カーですね。こちらターボレーシングの、こちら第1世代のミニクーパーですね。こちらが、はい、そして第2世代のこちらが FD ですね。はい、こちらの方、過去にですね、何度か紹介させていただいたんですけれども、現在僕はこちらの、第2世代の、FD についているプロフォ、こちらの方を使って、2台のマシンを走らせてきたんですけれども、こちら正直このままのプロフォでもすごく、よく走るプロフォで、特にこのステアリングの柔らかさっていうんですかね、これがかなり、僕好みに改善されているので、正直このままでも全く問題なく楽しく走らせていたんですけれども、実はですね、これ以外に、前からちょっと気になっていたものが、手に入りましたので、そちらをご紹介したいと思います。はい、僕が気になっていたものというのがこちらになります。はい、見てわかりますかね。ターボレーシングから出ている、プロポになります。これはプロポンと、こちら映っているように受信機がついているように、デカラジとかでも使えるターボレーシングの、プロポになるんですけれども、こちらのプロポなんですけれども、実は、こちらの76分の1サイズのこちらの、マシン、こちらを動かすことができるプロポになります。はい、こちらの RX41 というこの受信機だと思うんですけれども、こちらの受信機がついているターボレーシングのプロポであればどうも使えるようです。はい、僕は Amazon で買ったんですけれども、こちらの方ですね、こちらの液晶画面がついている方のプロポを僕が買って、Amazon での表記は P52 という表記になっていました。はい、そしてもう一つ、P32 という、ものもあって、結構、インターネットとかで調べてみると、P32 という方のコンピュータープロッポでも、ターボレーシング76分の1のマシンペアリングできて動かせるんですけども、そちらを使ってる方は、意外と多かったですね。例えばホビーシティ TV の、カズさんとかはそちらの方を使って、走らせている動画をアップしていました。はい、なので、最初そちらの方を買おうかなと思ったんですけれども、むしろこちらの P52 というものを使っている人が少なかったので、今回僕はこちらの方を買ってみました。はい、カパックの方がですね、多少変動すると思うので大体になりますけれども、P32 の方は、大体5000円弱ぐらいで送受信機セットで販売されています。はい、そしてこちらの僕が買った、P52 という方は、大体6000円弱ぐらいの価格で、売られていました。はい、それではこちらの方ですね、せっかくなので出していきたいと思います。結構こんな感じで取扱説明書と、こちらコンピュータープロポ、液晶がついているコンピュータープロポになるんですけれども、こちらの方も、分割式になっています。こちらが今のところまだ使う予定はないんですけれども、こちらが RX41 という型番の受信機になるようです。本体自体にはちょっと型番も書いてなかったですし、箱とか説明書の方にも型番書いてなかったんですけれども、一応 Amazon での、使用のところには書いてあったのが RX41 と書いてありましたので、もし、これからターボレーシング その76分の1のマシンにペアリングできるものを探すときは、こちらの RX41 のプロッポ、受信機が付属しているものを探すと、ペアリングできるようですので参考にしてください。はい、こちらの、P52 なんですけれども、作りがちょっと一回り大きい感じにできていて、他のターボレーシングのプロッポの中のこのここにグリップの中に電池が入るんですが、他のものはだいたい単4電池4本の仕様になっていますが、
こちらの場合はよいしょ、ご覧のように単三電池4本の使用になっています、はい、なので他のものであれば実はこのグリップの部分をこう使い回しができたりするんですけれども、こちらの P52 に関しては、使い回しができないようです、はい、はい、このように使うようになります。それではまず最初にペアリングの方からしていきたいと思います、はい、まずスイッチを入れます。はい、スイッチが入りました、はい、ちょっともう最初に、こう一番最初にこのモデルネームが出るんですけれども、ちょっともうすでに入力をしてしまったので、こちらには RX7-01 と書いてありますけれども、まあ、本来はよしとこんな感じで、こちらの03と書いてある方がモデルメモリーですね。01から15までありました、はい、そしてこっちの方の000って今なってる 3文字入れられるんですけども、こちらがモデルネームを入れられるようになります、今回僕今のところ2台持ってますので、1つを M01、まあ、ミニクーパータイプの1号車ということで M01、はい、そしてこちら、まあ、1台しか持ってないので RX7 とそのまま入れさせていただきました、はい、で、今ですねまだこちらの方ペアリングしていない状態なのでスイッチを入れても、はい、ターボレーシングこのチカチカしている時は、まだペアリング完了してませんよっていうことになっています、はい、なので、こちらの方、ペアリングしたいと思います。でペアリングの方法なんですけれども、スイッチ入れるだけでも実はもうペアリングの、スタンバイになっています。で今車のスイッチも入れました。そしてこの裏側のこの、端子のすぐ下のところ丸い部分に、まあ、なんか金属があるんですけども、ここのところにこの、スナップピンですかね、ここを突っ込んでいただいて、ショートさせるような感じにすると、はい、これで、ペアリングが完了しました。このようにもうこれで準備完了という、かなり簡単に、できるペアリングができるようになっています、はい、もう一度やってみたいと思います。今度は、第一世代の、ミニクーパーの方ですね、やってみたいと思います、こちらはモデル今01を RX7 にしてありますので、モデル02を今も02にしたので、こちらの方でやってみたいと思います。スイッチ入れます。でまだペアリングが完了していないので、チカ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 と、ペアリング電波を今探している段階ですね。こちらも同じようにこの穴のところに、これを突っ込んでいただくと、はい、これで、今ペアリングが完了しました。動くようになります。もうこれで走れる状態になりました。はい、それでは次にですね、こちらの、コンピュータープロップなので、この液晶画面に、いろいろな項目が出てくるんですけれども、こちらの使い方を説明していきたいと思います。まず、各項目を呼び出す場合は、この左上のここですね、このボタンを押すと、こういろいろと、今、モデルネームが出てるんですけども、こうやっていろいろなものに変わっていきます、まあ、これで一周したような感じになります、はい、なので、まずこの最初、最初のメニュー画面からまず1回ボタンを押します。そうすると、RE これはリバースですね、リバースが、設定できるということで、ステアリングのリバースをするということで、この部分で、今オフになっているので、ステアリングリバースしてませんよということになっています。でこのプラスマイナスのところを触るとオンになります。これはリバースしましたということなので、ステアリングが、逆になりました、はい、要は右に切ると左にも上がるみたいな、そういう形に今なっています。そしてこの今度真ん中の CH って書いてあるんですけども、ここを押すと、
これ TH ってなりました。ここはスロットルですね。スロットルを、リバースにするかしないかと。そして3チャンネル4チャンネルというように切り替えをするようになっています。はい、これがまずリバースですね。で次の項目、はい、EPA と書いてありますね。これ EPA というのはエンドポイントアジャスターという意味で、まあ、ステアリングとか、の最大角ですよね。一番ここは大事な、機能になっています。はい、何ができるかというと、この左右の切れ角を調整することができます。はい、これがノーマルのプロポだとできない、設定項目になります。はい、ちょうど今、右が90、左が75というような設定にさせていただきました。これはどういうことかというと、左の方がちょっと曲がりすぎていたので、左の打角の方をちょっと絞って、右の方は、ちょっと多めにして、で左右を同じようなバランスで曲がるようにしました。はい、これがエンドポイントアジャスターのステアリングになります。そしてスロットルですね。スロットルの方はこれは今アクセルブレーキ両バック両方とも今 100% になっています。はい、これも、前進の方の、まあ、スピードを、まあ、今 100% ですけれども、これを遅くする場合には数字を落としていくと、旧型の場合ですと、旧型じゃないですねごめんなさい、こちらのノーマルプロポの場合ですと、ここに 100%、50% と、20% のスイッチがついてるんで、スイッチ一つでできるんですけれども、まあ、そことは別のものになりますね。はい、これも前進と後進の方が、設定ができるようになります。はい、だから、前進の方は 100% のままにして、まあ、バックの方はあまり速いところもあるから、まあ、30% ぐらいに抑えるとか、まあ、そういうことができるようになります。はい、で次 ABS、 これはちょっと使ったことがないので、飛ばします。これエクスポレンシャルですね。まあ、エクスポレンシャルっていうのは要はその切った時に、最初ちょっと切った時にいっぱい曲がるようにするか、それとも、最初ちょっと切った時はあまり動かないけども、まあ、こう多く切った時に後からぐっと後曲がりになるかっていうようなことを設定する項目になっています。まあとりあえずそういう項目があるということだけ覚えてください。まあ、プラス側にすると、まあ、初期がクイックになって、まあ、マイナスにすると後半が曲がってくるみたいな、感じになる感じですね。はい、そして、これがトリムですね。これサブトリムかと思ったんですけど、普通のトリムみたいです。でトリムどこについてるかというと、ここについてるんですね。ステアリングトリムとスロットルトリムがこうついてます。でこのステアリングトリムをですね、こう動かすと動いて、はい、サブトリムじゃなくて、まあ、こちらのメインのトリムの表示ということになるようです。でこのスロットルの方の、トリムの方も出てます。はい、でこの SVC って書いてある項目ですね。ここなんか1と2とあるんですけども、これはちょっとまだ、何の機能だかわからないのでいじってません。そしてデュアルレートですね。こちらもノーマルのプロポにもちゃんとついてるもので、ノーマルのプロポですと、こことここですね、スロットルが上で、ステアリングのデュアルレートがここですね。はい、で DR っていうのは最大の、角っていうか、まあ、スロットルで言えば、トップスピードを遅くする、こう一番最大で握ってもスピードは出ないようにすると。でステアリングの方もこう切った時に一番切っても曲がらないようにするというような、まあ比較的重要なセッティングの項目なんですけれども、こちらが、まあ、こちらですと、まあ、ご覧のようにダイヤル式なので、まあ、アナログな感じなんですけれども、こちらですと、デジタルですので、よいしょ、こういうように 1% 単位で調整することができます。
そして最後ここですね、ここはモデルネームを変えられる項目になります。はい、今 M01 ですけども、まあ、万が一 N01 にしたければここを変えると。はい、でここ今点滅しているところが変えられる場所になっていて、じゃあ次真ん中にしたいときはこの CH ってところを押すと真ん中になります。はい、もう一回押して、はい、という形になって、でここで決まったらここでメニューを書いていただくと登録されるという形になっています。はい、まあ、このメニュー画面を使って設定ができる項目というのは以上になります。はい、あとはボタンですね。今使わなかったボタン、このボタンとここのスライドスイッチを、まあ、使わなかったんですけれども、ここは実は、キット標準についてくるこちらのプロポにも同じものがついていて、ここですね、チャンネル3、ここですね、ここは要はこちらの後ろについてる、ここを押すとつきます、消えますと、この切り替えスイッチになります。はい、そして横のスライドスイッチですね、ここの方がスライドすることによって消えたりつけたりすることができるという、まあ、4チャンネルということですね。はい、というスイッチになります。はい、というわけで、まあ、2台のプロポ、比べてきたわけなんですけれども、まあ、どっちこちらの方が当然機能はいろいろあるんですけれども、プロポっていうのが、まあ、実は機能よりももっと大事なことがあって、まあ、例えばそれが、レスポンスっていうか、なんだろう、フェーディング的なものですかね、であったりとか、そしてもう一つは物理的な、使いやすさになりますね。こちらの方見ていただくと、こちらの方はスロットルとステアリングが同じ場所にありますね。はい、でもこちらの今回買ったコンピュータープロポはステアリングの場所とスロットルの場所がちょっとずれてるんですよね。はい、なので、まあ、基本的にはこれは同一線上にあった方が、まあ、やりやすいんじゃないかと思うので、そういう意味ではこちらの方はやりやすいのかもしれないですね。はい、であとこのバネの硬さなんですけれども、こちらのバネの硬さに比べるとこちらはバネは硬いですね。はい、どちらかというと特にステアリングなんかは、第一世代のプロポの硬さに、近いような感じがするので、まあ、そういう意味では左右の、打角の調整というものが必要ないのであれば、僕は実はこっちの方が使いやすいんじゃないかなというふうに今思っています。はい、まあ、ただこちらの方もまだ使い始めたばかりなので、まあ、エクスポレンシャルとか、調整できますので、まあ、そのあたりでこう路面のグリップに合わせて、プロポの方で調整できるっていうのは大きなアドバンテージになりますので、まあ、そこら辺はちょっとこれからいろいろと試してみて、まあ、自分の使いやすいプロポを選んでみたいなというふうに思っています。はい、というわけで今回はこちらの P52 というターボレーシングから出ているコンピュータープロポの方で、こちらの76分の1サイズの RC がですね、こちらの方こうやってスイッチで変えることもできるし、こちらの下のこれですね、この部分も変えることができ、まあ、いろいろな、調整をこのコンピューターの方で、デジタルに調整もできるというプロポを買ってみましたので、ご紹介してみました。はい、まあ、こちらのプロポ実はですね、儀的もついていますので、はい、過去に儀的の、ついてないターボレーシングを買ってしまって、どうしようかなっていうふうに、まあ、悩んでいた方もしいたとしたら、こちらのプロポを買ってもらえれば、こちら儀的対応ということで日本で、何の問題もなく使えるプロポになっています
ので、まあ、そういう意味では、こちらを、買っていただくのもありなんじゃないかなというふうに思います。はい、で、まあ、こちらの方、種類の方が P32 というものと P52 という2種類の方が、出ていまして、で、まあ、中には汽笛がついていないものもありますので、そのあたりはちゃんと商品ページですね、買うときに確認していただいて、汽笛シールのついているものを選ぶようにした方がいいんじゃないかと思います。はい、というわけで今回は、76分の1サイズの、本格 RC ターボレーシングの、対応しているコンピュータープロポをご紹介いたしました。それでは最後に、こちらの、コンピュータープロポを使って走ってみたいと思います。はい、設定の方をせっかくなので変えてあります。今から走らせる FD なんですけれども、かなり、ちょっとこう挙動がふらついて難しいので、速度の方を 40% まで落としてあります。はい、そしてステアリングのエクスポレンシャルの方をマイナス 10% にして、初期をちょっとこうだるい感じにしています。はい、それでは走っていきます。はい、どうでしょうか。まあ、ちょっと最初のふらついた場面もありましたけれども、基本的にはかなり、安定して走れてるんじゃないのかなと思います。まあ、速度が、遅くなっている部分もあるので、安定している部分は当然あるんですけれども、まあ、それを差し引いても、かなり、この FD これはやったことある人は分かるんですけども、相当、曲がりすぎてしまって安定しないんですけども、これだけ安定して走れていれば、まあ、かなりコンピュータープロップの、恩恵はあるのかなというふうに感じられるのではないかなというふうに思います。はい、というわけで今回はコンピュータープロップの P52 を使って、こちらの FD を走らせてみました。